9番のタッチウッド最後にゲートに収まりましたスタートしましたさあ先行争いです広がっています何が行くか外からやや促しながら8番のエンジェルスアスクそして馬体を接するようにタッチウッドも先行体制その後方からはうち1番のジーニアスバローズ2番ブリックスタール外は7番のサンライズブラストその 後方に接近する5番のソレイユビータが外から内かかららは6番のシゲル男気後方から2投目を済む4番の名将シ,シナの1番後ろから運ぶ3番のリオン・エトワール1コーナーカーブし終えてさあ各馬が2コーナーへと入ったところまず先手を奪ったのは9番のタッチウッドです逃げてリードは1馬身2番手2番のブリックスダール 内体半分差1番のジーニアス・パローズ3番手その外4番手の位置に8番のエンジェルス・アスクが続いていますそして外から促して7番のサンライズ・ブラスト位置を上げていきましたあとは下がったところ6番の茂男木その外にバタ寄せした5番のソレイユビータですあとは下がりました外ゼッケン4番をつけました名将シナの後方から2投目最後方から運ぶ3番のリオン・エドワールドという体勢です先頭から最後方までは6馬身ぐらいの圏内3コーナーカーブです 先手を奪っているのは9番のタッチウッドリードは1馬身。これを外から見るように2番のブリックスダール2番手の位置を進んでいます3番手の位置内1番ジーニアスバローズ外は7番のサンライズ・プラスト34コーナー中間ですその直後かなり手が動いた8番のエンジェルス・アスク現在5番手そして外から接近する5番のソレイ板ータ内からは6番のシゲル男木第4コーナーこれからカーブさあまもなく直線に向かうところ 直線に向かったところで今度はブリックスタールが先頭に変わるか挑戦するように9番のタッチウッド左打ちを狙って1番のジーニアスバローズこの3頭の争いに相当に持ち出したソレイユビータがじわりじわりと前に接近してくるさあ前ですが突き放している9番のタッチウッド3馬身4馬身5馬身のリード2番手1番のジーニアスバローズ3番手争いが若干接戦先頭は9番のタッチウッド圧勝で合ン2着1番ジーニアスバローズその後さらに開いて ブリックスタールそして6番の茂る男木この両馬で3番手を争っております